高橋先生の話はどうですか。もっともっとあれはもうちょっとね、ハイアルチですよ、僕来てんの。ハイアルチの高田の馬場に行きました。まず聞いただろう、おい。35歳でナンパデビューしました。女の子と遊べるようになって嬉しいですが、この筋やめた方がいいでしょうか。やめないでいいんじゃないですか。あの、年齢ってだからさ、35歳っていうのは、あなたが生まれてから今までの年の年齢であって、中身の年齢っていうのはまた全然違うし、見かけも違うし、同じ35歳でもおっさんもいるし、若い人もいるし、うん。あんまり実年齢って気にするのは自分ぐらいですよ。あんまり、今時の人は気にしないんじゃないですかね。俺、もうそんなこと言って実年齢気にするけど、最近あんま気にするのやめた。だってしてもしょうがないんだもん。うん。俺と同い年でもすっげえおっさんもいるし、若いやつもいるから、あんまそういうのもね、考えん。うん。いいよいしょ。ダラダラでベロベロじゃないよ、今日は。うん。53歳はって、だから何歳でもいいんですよ。うん。何歳でも同じですよ。別に、あの、本当に、うん。実年齢より精神年齢、肉体年齢ってそういうものの方が100倍大切だと思うんで、俺別に年齢、うん、ちょっと前は結構気にしたけど、もう、やめようと思って、うん。そんな日焼けしてるかな？ちょっとあんまり日焼けしないようにしたらこっちしようじゃん。全部覆ってたんだよ。うん。うん、まあなんかだから、なんだろう。いや、若いって言われるけどさ、結構気使ってんだよ。お化粧品、化粧水とかだってさ、結構ちゃんとやってるしさ、いろんな手入れしてるよ、やっぱりアンチエイジング。だってしなかったらさ、うん、やっぱり、老けるよね。うん、まあそれはそれでまた、楽しいんだよ。うん、うん、ガーシーには、まあ、そりゃそうでしょ。あそこまで黒くなりたくない。俺、なるべく黒くならないようにして、こうだからね。